バスケットボール男子日本代表で、NCAA、全米大学体育協会、一部ネブラスカ大に所属する富永啓生が4日、日本時間5日、アリゾナ州フェニックスで行われた大学バスケの3ポイントシュートコンテストで優勝した。ナテ・ステフィン・カリーを彷彿とさせるシュートも披露すると、米ファンを、冗談だろ。これはすごい、と熱狂させている。動画、これはすごい。英雄だ、富永啓生。コンテストの最中に、カリー級、シュートを決めた実際のシーン。富永は第1ラウンドで出場8選手中トップとなる25ポイントを獲得。最後のシュートを打った直後には、ボールがリングを通過する前に後ろ向きになる、カリー級のパフォーマンス。第2ラウンドを2位で通過すると、決勝ではホフストラ大のタイラー・トーマスに勝利。見事大学ナンバーワンの3ポイントシューターに輝いた。コンテストの映像を米スポーツ専門局 ESPN の番組スポーツセンター公式 X 旧 Twitter が公開。米ファンからは冗談だろ。これはすごい。啓生が大好きだ。エンターテイナーだ。衝撃的だ。見るのが楽しい選手だよね。かっこいい。英雄だ。と反響が寄せられていた。